ったわね。Thank you.
てよかったです。宝箱だぜ。
Crimson Knight.
Okay. Thank you.
Crimson Line!聞こえてないから申し訳ないけど少しだけ付き合ってくれると助かるかな。私たちは大丈夫ですけど。やれやれだな。ありがとう。でもどうしてここへ？ これを届けに来てくれたの？わざわざ悪かったね。でも中を見たみたいだし、誰かが開いたら分かるよう小さい紙片を仕込んでおいたんだ。 それが落ちてなくなってるからね。正解はお姉さんの顔に書いてあったみたいだね。そんなことしてあったんだ。ガキが考えそうなことだぜ。まあ親切心でやったみたいだし、この辺で許してあげるけど。 相当は言えない、その話し方よね。以前の白猫みたいに自分をごまかすつもりはないからね。赤の王のようにことさら正体まで隠す必要もないし。あっさり認めましたね。やれやれ、文化保護区で声かけたのは
敗だったな。いつかバレるとは思ったけど、バレたらバレたで面倒が多いよね。君ね、こうなったら面倒ついでにいろいろ聞くから覚悟しなさいよ。その車椅子は一体何なの？ああ、僕はもともと立つことができないんだ。そんなとこかな。小さい頃からずっと病弱でね。どうせ聞かれるだろうから先に言っておくよ。病名ははっきりしていない。バルドゥーク一の名医すら治療を投げ出した難病らしいよ。体が徐々に衰弱していき、成人前には死に至ると言われてる。本当に？残念だけど冗談は苦手なんだ。ただ怪人になった時は病状が和らぎ、体の自由を得ることができる。そういう意味では僕はアプリリスさんに感謝してるよ。そんな、いやだ、君にそんな事情があったなんて。みんなにお願いがあるんだ。同情は一切いらないし、僕に対する態度を変える必要はない。病気が理由で変に気を使われるのはもううんざりなんだ。そりゃまあ、そう。その、ちょっと言葉が足りなかったかな。補足すると、自暴自棄になってるわけじゃないよ。こんな体だから、もう覚悟ができてるんだよね。その時がいつ来てもおかしくない。そんな状況で最後に体が自由になったんだからさ。せめて悔いを残さないよう精一杯生きようと思ってる。ただそれだけなんだ。ジューラ君、それでは私たちが拾ったあの棺桶ノートは。死ぬまでに実現しようと思ったことが書き出してある。棺桶へ持っていけるようにって意味でそう名付けたんだ。その私に何か手伝えることはないのかな。そう来ると思ったよ。でもそういうのがいらないんだってば。ですよね。そうでないと僕が病気を理由にわがまま言ってるだけになるだろう。自分の力でやりたいんだから放っておいてよね。君がそう言うなら口を出せることじゃないけど、相談しなきゃダメよ。そんな機会はないと思うけど、心には留めておくよ。そうそう、みんなが調べてる文化保護区のお化けだけど、あれ、どういうことでしょう。最近あそこの遺跡にいたずらするやつが増えてさ、現場を見かけたから異能でちょっと警告してたんだ。さっきも妙な役人が調査とか言って
遺跡を傷つけようとしてたからね。たっぷりとお灸を据えておいて。ジュール君、普段通り振る舞わなきゃね。ねえ、はい。満月の夜を終わらせればまた門の障壁が消えるのかな。どうなんだろう。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれませんし。大変だとは思いますけど、普段通りよろしくお願いします。ああ、何やってんだこいつら。動揺しすぎです。やれやれ。アドル、肩の力が抜けたところで始めるとしようぜ。怪人たちよ、来たな。
お薬の時間よ。さすがアドルだな。この調子で行こう。やってくれ、クルド。マジ勧誘だ。
しませてくれよ。そなたたちならやってくれると思っていた。楽しい喧嘩だったじゃないか。さすがに満月は手応えがあるね。戦闘が激しかった分、体がきしんでます。よいしょ。調整が必要かもしれません。調整って今もラインドール夫妻がやってくださるんですか？ええ、人形の姿の時に。ロドリオさんはメリサさんが留守の時にしかやってくれませんが。きっとメリサさんにからかわれるからですね。はい、でもその時はとても大事に扱っていただいてます。ご夫妻に心配をおかけするのは私も。キリシャさん。え、騒ぐな。大したことではない。でも腕が。こちらの腕なら替えが効く。そなたは大丈夫か？はい、私は何とも。申し訳ありません。私も油断していました。二人とも無事ならよい。ああ、それより満月をしのいだことで呪いに変化が起きるはずだ。前回は正門の障壁が解放され、外へ出られるようになりましたね。今回も行動できる範囲が広がってくれたら嬉しいかな。そうね、町へ戻ったら早速確認してみましょう。
これで。街の外は久しぶりだけど、ずいぶん広く感じるな。アドルさんはこちらの方角からバルデュークいらしたのでしょうか。ミリアンヌ平原、私も久しぶりだな。何かアドルさんはこの向こうの景色を見てきたんだよね。ちょっと興味があるかな。何かあるぞ。何かあるぞ。
何かあるぞ。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 古い遺構が見えてきましたね。あそこが祭祀場でしょうか。何か皆さん行ってみましょう。
何かあるぞ。何かあるぞ。
何かあるぞ。ここで一息つこうか。
殴れ。これで何かあるみたいだね。何か何かあるぞ。シャドウダイブ。
レベルアップ。
一番大きく描かれてる人物は外の心臓に似ていますね。うん、主神グリムニルだね。仮面をかぶってるから多分100年戦争以前に描かれたものだ。周りに従っているのはおそらく半身の戦士たちだね。グリムニルは半分人間で半分神様の戦士たちを刺激。
おい、アドルに坊主。あれは…まさか…これって…グリムワールドの夜…見たことあるような魔物たちも描かれているわ。間違いなさそうだ。魔物たちと戦っているのはグリムニルの半身たちか。グリムワールドは遥か昔から繰り返されてきたということですね。アプリリスさんが言った通り。詳しいことはこれだけじゃ。でも歴史を紐解くことで見えてくることはありそうだ。じゃあこれで一歩前進ですね。地下墓所はまだ奥へ続いてるみてえだな。神器くせえ場所で気に入らねえが、いっぺんに調べちまうか。でも魔物と戦っているのは怪人ではなく、どういうことなんだろう。ねえ、あそこに見えるのって何かな。かなり古いみたいですが、建物のようにも。この距離だと何とも言えないけど、この街には僕らの知らないことがまだまだたくさんあるね。何かあるぞ。
何かあるみたいだね。何かあるぞ。いい眺めだ。何かあるぞ。
ルドンライン。行け。宝箱だ。何かあるみたいだね。何かあるぞ。何かあるみたいだね。